ございます。毎日暑いですね。朝から暑い。皆さんは夏バテなど大丈夫でしょうか？なんか周りでもね、なんか夏バテしてるとか、熱中症になっちゃったりねっていうのも、聞いたりするので、夏バテしないように、皆さんもお気をつけてお過ごしください。そして私もですね、夏バテっていうほどじゃないんだけど、なんかやっぱりこの外の暑さと中のこのエアコンが効いてる状態の気温差で体がだるくなったりとか、まあ、夏にちょっとよくなりがちなむくみが抜けないとか、重くてだるいみたいな感じが最近しばらく続いていて、今日はエステに人の手を借りに行こうと思います。表参道にあるインフィニーズっていうエステサロンなんですけども、そちらでデトックスコースっていうのを私のお知り合いの方がよく受けていて、インスタグラムとかでストーリーに載せていたりとかして、はこれすごい良さそうだなと思って、ずっとそれをやってみたかったんですけども、やっとその予約の日がやってきたので楽しみです。では行ってきます。このインフィニーズにやってきました。楽しみ。ずっとむくんでるから、はい、なんかもうそれが普通みたいな。いった。これも腸腰筋。これも腸腰筋ね。痛い。いたー。はい、吸ってください。痛い汗が出る。巡ってる証拠ですよ。いやー、内臓の後ろには副大動脈っていう大きい動脈があって、そこから足に枝分かれするんですけど、ここまでやっぱ硬いと足の方に血液が行かなくなっちゃって、むくみとか冷えとか、そうなんだ、そうなんです。やっぱ抗不思議とかやられる前にこういう腸門に入れてあげるとすごい巡りよくなって、いつもよりお汗かく人が多いですね。神経が休まってない感じがします。自律神経とか脊柱の周りが硬い人は自律神経乱れてますよね。硬くてやっぱり三八のところはこう第一チャクラって生命エネルギーを放出するところなんですけど、ここにいるルンバだと今の脊柱のところから生命エネルギー伝達できるので、ここはしっかり締めて、そこは締まってそうなんですね、締めた脊柱のところにしっかりチャクラが流れるようにしていきます。このチャクラの場所がこう詰まってるとやっぱ神経伝達いかなくなっちゃうので緩めていくんですけど、第一チャクラの場所だけに締めちゃいます。足の先から、はい、足の先から任せていただきます。次、仰で巻いていきます。
今日は友人たちとの食事会があるので少しメイクをして行ってきます。 What's in my bag で紹介したこのシャネルのリップがすごく気に入っていて、今日もこれで行こうと思います。そしてタラーン、今日は新しくロエベからうちにやってきました。かわいいかわいい、新作バッグちゃんが、じゃーん、かわいくないですか。あのロエベのハンモックシリーズのが定番であると思うんですけど、女性の画家さんがいるんですけど、の絵が描かれていてすごく可愛いんです。はい、今日はこちらを持って出かけてこようと思います。刺されたね。待って、結構乾燥肌。ありがとう。じゃあこれはマストだと思う。たっぷり。なんか結構たっぷり、あの、うん、重ねてもベタベタしない。しないですよね。うん、割とみずみずしい、うん、あの成分なの。でもちゃんとその肌荒れ成分だったりとか、あの保湿力、保護成分もたっぷり入っています。でもクリームで使ってて、うん、あのみずみずしい。レイ君、今から行くよみたいな。嫌いじゃん、もうやる。嫌いですよね。やった後は好きなんだ。やった後は好きなんだ。やれないはすごい嫌い。今回行くよってね。今日しません。1、2、1、Truly desire, you can bring the past. All you need is a focus and a story to hold, and the faith that you can achieve what's inside your soul. Someday we'll make it on by. Other days we only can try. 頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございます。